remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your mobiles, but you did not see me. ヒゲダンチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。こんにちは。ミネドンチャンネルです、はい、今日は新しいホテルに向かっております。別府の駅前にできたのの飲みのおなじみ強烈メンテナンスののの別府でございます。和風ビジネスホテルなんだって。それでですね、ゲートにミッションを与えようと思ってこれを書いてきました。ちょっと開けて読んでみてください。今回の1、ホテルの家族湯がいくつあるか調べ、一番好きな家族湯を決めてください。2番目、ホテルにある夜泣きそばとはどんなものか調べてください。そして3番目、美味しいアイスクリーム屋さんを探して食べてきてください。これが今日のミレドンのミッションでございます。頑張りましょう。えいえい。おー、ということでこのままミノの別府の方に行きたいと思います。はい、はい、じゃあまた後で。バイバイ。あ、これ3回か。で、今日泊まるホテルがこれです。この右前、大きいの。別府ハットお宿のの。結構おしゃれだね。そうだね。パパもののシリーズは泊まったことないんだよね。のののシリーズって？ののって日本に12軒ぐらいあるのかな。で、九州は初めてできた。じゃ別府の、これは九州に初めてできたの。そう。で、じゃあ関東とかにもあるの？うん。この辺だと松江とか島根県のにあるらしいでございます。駐車場は空きがあると思ってますね。はどこに停めたらいいんでしょうか。こんにちは。本日はお泊まりでしょうか。はい、同乗者の方はこちらでお願いください。はい。電車のランプがつくまでゆっくりお過ごしください。大きいね。さあ、着きました。よし、よし。大きいね。お、お願いします。こちら、どんどん回る。はい、ありがとうございます。13階の大浴場の横に無料のアイスボックスが。おー、楽しみだね。よし、ゴー。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。綺麗だね。おー、見て。池がある。あ、鯉が泳いでる。見て見て。あ、鯉いっぱいいるね。こっち見るよ。じゃあ行きますか。のの。お、よしよし。お、ここでコロコロをきれいにしてくださいって。見て見て。靴脱いでって書いてある。すごいね。いくつあるんだろう、靴箱。483。お、まだこっちある。511。これが一番大きいかな、数字。511が一番大きいかな。ミレイやけん、30にする。ミレイ、あ、そういうことだ。そここだわる。よし、そのまま来たら、はい、あ、はい、ミレイ、ミレイ、ミレイ。お、畳だ。しわよし、はい、本日よりご一泊ですよね。はい、こちらの部屋で予約いただいております。はい、お名前、ご住所、電話番号間違いないですかね。はい、大丈夫です。こちらチェックとチェック、ペン、パス、ペン、チェックとこちらに照明と確定ボタンをお願いいたします。はい、簡単に当館のご案内をいただきます。大浴場ですね、13階にありまして、はい、同士で朝10時までこれをいただけます、はい、中にタオルが置いておりますので、タオルはお部屋からお願いいたします、はい、13階に7種類の貸し切り風呂ございます。あ、はい、どちらも無料で先着順でご利用いただけますので、はい、こちらもご利用いたします、はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。エレベーター左側でございます。ちょっと駐車券ですが、駐車券は車を出される際にこちらフロントまでお願いいたします。あ、はい、わかりました。はい、お待たせしました。10階ですね。はい、はい、お願いします。あれ、あ、なんかドリンクがある。素敵だ、ドリンクがある、お茶とかラテとかある。おー、かっこいい。
さあ上へ押してください。すごいね、なんかいろんな本が載ってる。はい、おお、なんか裸足でエレベーター乗るって変な感じ。銃をして銃、あ、ピッてして手中、あれ8も乗せたぞ。これはダメだ。あれわ、消えた。うちとよくダブルクリック効くんだ。さあちょっと楽しみ。お、どっちだ、どっちかな、こっちだね。そうそう、こっちこっち、こっちもあるかな。こっちだね、こっちだ、こっち。見てみて、これかわいい風車のヤシチでございます。閉まる、丸終わった。こんにちは。お、まだドアか、もう一つドアがありますね。じゃーん、おー、和室ですね。結構こじんまりした部屋ですね。こんなお部屋でございます。ちょっとじゃあ窓開けてみる。どんな感じだろう、どんな感じ。開けて開けて、おー、あまねくと隣のマンションが見えます。景色はそこまで良くないかなという感じだね。うん、これあまねく目の前。じゃあちょっとここで今日はゆっくり過ごしたいと思います。しまいにくいですねそれ。はい、じゃあ今日は楽しく過ごしましょう。はい、お部屋の紹介をします。今日はのの別府のクイーンのお部屋です。ベッド1個です。じゃあどこから説明しましょうか。はい、僕はですね、IKEA っていうところから来ました。初レビューですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあどこから教えてもらえますか。ベッド、ベッドいきますか。ベッドはちょっと大きめのクイーンのサイズのベッドです。ベッドの上にはタオル、タオル、かわいいねこれ。お、宿のノって書いて、バスタオルとタオルが置いてあります。じゃあまずは、うん、痛くないのかな。いつも思うんだけど、せーの、どうですか。硬い、ベッドは硬め。触ってみてください。あ、本当だ、結構硬いですね。うん、はい、このままはちょっと苦手かもしれないぐらい硬いですね。そしてそして枕が2つ置いてます。枕もちょっと薄めの低反発の枕ですね。ここはビジネスホテルみたいというか、ビジネスホテルだから、そっか、そうだよねって感じ。はい、壁が緑色、和な感じでちょっとアクセント入ってますね。はい、そして時計、時計があります。電気のスイッチがあります。主電源か、ここだね、ここだね。デスクってなんだこれは。これ、あ、これだ。もう一回して、うわーってつくのね、うん、で、明るさの調整が、あれ、あ、暗くなった。あ、ちょっと遅れるんだ、ってなります。で、USB のコンセントがあります。なんか椅子がありますよ。ソファー、畳ですよ、畳、椅子。座ってみてください。どんな感じですか。動き軽いから分かります。じゃあ、見れどもどんな感じですか。普通、普通、困りましたね。こうやってさ、畳の椅子っていうのもなんか珍しい気がいたします。はい、はい、それからそれからテーブル、ちっちゃなテーブルがありますね。ご飯食べるにはちっちゃいかもしれないけど、こんなテーブルがあって、ウェルカムサービスとしてささやかなおもてなしを用意してます。ちょっと開けてみる。冷蔵庫、うん、見て、開けてみる。本当に開けてみて。はい、もう一個開けないといけない。さあ、ささやかなおもてなし、水と、あ、これは何？見せて見せて。北海道、あーかん、うん、赤肉メロンゼリーでいいんでしょうね。メロンゼリー入れてくれてるんだ。それとお水も一回見せて。ちっちゃい水があります。ドミニスタって書いてあるのか、うん、ドミンのオリジナルのお水です。中もちっちゃめのビジネスホテルの冷蔵庫です。はい、その横に行くと小さめの金庫があります。お、開きます。ほんと可愛いね。そこは何入ってる。あ、ポットが入ってるんだ。ドレテックって書いてる。わかんないけど。上はなんかこういった可愛いオブジェがあり、でその下に行くとお茶セットがあります。湯飲みが可愛いね、ほら。で、コーヒーがあります。で、こちらコナンの茶かな。で、ユーズドドリップパック入れがここにありますと、はい、で、ペンとメモ帳があって、お、ミレドンマークだ。サインじゃないですかこれ。はい、そうです。おー、新しいサインができたんですね。
で、それからここに何日の電話がこんな感じであります。ここテーブルになってて椅子もちゃんとついてます。じゃあ今度こっち。こっちはテレビがあります。43インチかなこれ、うん。東芝のレグザでございます。これ動く？あ、動きますね。ここに HDMI のポートがあるので、Fire TV が付けれると思います。これ動くからいいね。こっちに座っててもちゃんとこっち向いて見ることができます。電源入れてみましょうか。ののののさ、ご案内があって、ホテル案内とかもありますよ。はい。無料貸し出し品とかいろいろ載ってますね。混雑状況とかよ。貸し切り風呂も大浴場もそこそこ混んでるってことになってますね。ランドリーは結構空いてるということです。ヒーリングミュージックっていうのがあって、どんなの？だな。画質がめっちゃ悪いのが気になるんですけど、はい、中間時ですと。はい、じゃあこの横行こうか。ここ物干しがありますよ。物干しが竹でちょっとおしゃれな感じでございます。で、空気清浄機がこんな感じにスイッチ入る、入ります。ブレが可愛いです。で、窓は障子になってて、開けるとこんな感じで海が見えますけど、どちらかというとあまねくがよく見えますという感じです。隣のマンションの人嫌だろうな、丸見えだもんね、家の中ね。でもこれ10階だからね、もっと下の方だともっと景色悪いと思うね。これで真っ暗になるんだ。はい、し始めましょう。じゃあクロック行こうか。クロークはここに大きな棚があって、パパ今荷物入れてます。その下に行くとハンガーが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、結構多めですね。で、こう室内着がかかっています。消臭スプレーがあって、 GM クリーン50って書いてます。どんな匂い？無臭です。じゃあそしてその下に行くと、非常用スリッパなんだ。そうか、非常時には裸足だと危ないからスリッパ置いてくれてんだ。で、ミレーのバッグがあります。下も全部畳になっています。じゃあ次はトイレかな。お、自動で今できてた。あ、全部ここオートなんだね。照明とうとうのトイレになってます。ウォシュレットです。開けてみましょうか。はい、綺麗なナイストイレでございます。で、ここに非常用の水を置いてる。すごいね。で、こんなオブジェがかかってます。トイレットペーパーこんな感じ。リボンこんな感じ。はい、っていう感じですね。それから、ここに大きな鏡が。鏡がもうこのまま扉になって、開けると、お、洗面台。小さな洗面台があります。ドライヤーとステムですね。大きな鏡がありまして、タオルが2つかかってます。はい。で、これが、フェイスハンドソープと書いてます。なんか木目で、なかなか可愛らしい感じ、いい感じです。お、黒い綿棒。黒綿棒。ゴムもある。ブラシがあって、ヒゲ剃りがあって、歯ブラシがございます。はい。で、その下は？それは何だ？温泉に行くと。あ、温泉セットだ。あ、温泉セットが別にあるからタオル1個でいいんだ。何が入ってる？体を洗うタオルかな？うん、タオル。でっかいバスタオル。ランドリーバッグ。まあ、濡れ物を入れる袋が置いてある感じですね。それは、ゆるり旅。旅ですね。はい。バッグどんな感じ？黒の茶色。黒の茶色のバッグがあります。またそれ持ってお風呂行こう。その向こうの扉は何？開いた。配管でした。じゃあ、シャワーかな？お風呂かな？どっちかな？じゃじゃーん。おー、狭いぞー！シャワールームがございまーす。ポーラのシャンプーとコンディショナーとボディソープが置いてあります。電気があって、鏡があってのシャワー。で、シャワーを取って、これをミレーに渡すと何かやってくれると。いう感じです。で、終わった後は座ってくつろぎます。どうですか？もうこれイボイボになってる。これでちょっと広く見えるね、なんかね。はい、ビジネスホテルですね、やっぱね。で、こっち行くと玄関狭いんですけど、靴がないのでちょっと広い感じます。で、お部屋はこんな感じ。今日はこの部屋です。ここが広いお部屋だね。この前この部屋から見せてもらいました。
今日ここです。ちまるまるも。こっちも広いんだね。これが一番広い。そこ広いね。うんうん。広い。うんだね。あとは何かあるかな。ということで今日はこんなお部屋でございます。ちょっと狭いけどあまり部屋に滞在しない人にとってはいいのかなと。はい、じゃあこんな感じのお部屋です。じゃあ今日ものんびり過ごしましょう。はい、どこ行くこれから。上のお風呂行ってみる。宿題を終わらせる。宿題先やる。はい、わかりました。うん、あーめんどくさー。めんどくさー。じゃあミレトンが勉強してる間にパパお風呂に入ってきます。じゃあね、頑張ってね。はい、お風呂セットがあるのがいいっすね。できます。はい、どこ行きますか。アイスボックスに行きます。私のままでいいから楽ですね。お風呂、あ、ここから6分20分ぐらいありますか。あ、夕暮れ綺麗ですね。漫画です。もう枝垣のベッドがあります。どれどれ、カルピスアイスとソーダアイスとソーダアイス、ソーダ、いろんな味がありますね。レモンとメロンとコーラとソーダ。よし、あ、お月様綺麗今日。そうね。今は。今は。いただきます。うん。プリプリしない。あ、ベタワー。ベタワーで。うん。月が見えて綺麗ですな。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。お、もう結構上見中っていうとこありますね。行ってみますか。仕切り風呂でございます。ほら、仕切り風呂どこが空いてる。寛解寺はやってます。お、もう岩に中がついてなっちゃう。降りてあげてみて。降りた。邪魔します。結構鍵をかけます。こんな感じ。わあ、素敵ね。うん、ポリタン真っ白になってるね。あー、でもお手風呂になってんだ。入ってみる。葉巻があるよ。葉巻開けてみる。葉巻はどんな感じ。お、葉巻は透明ですね。ほら、こんな感じ。ここも露天風呂なんかね。カンナワ、カンナワいいのか。そう、カンナワいいのかのカンナワです。お、カンナワはなんかお部屋みたいですね。お家みたいなお湯です。なんかいい匂いする。横はいし、いい匂いする。お、マッチョ木のマッチョしたよね。寝れるようにほら枕がついてる。素敵ですね。カンナワもいいですね。本当に素敵でございます。カンナワ温泉でした。よし、石、あ、これ神奈川の石だね。これ神奈川のさ、虫湯の石だと思うな。え、じゃあ神奈川の石、神奈川の石っぽいやつだと思いますね。あ、素敵。この廊下がいいね。またこの明かりも可愛い。ほら、明板はどんな感じですか。なんかおしゃれ。なんかサウナみたい。本当だね、屋根がついてる。あ、真っ白。うん、ね、白いお湯で屋根がついてます。あ、ここは露天風呂じゃなくて屋さんで屋根があるんだ。真っ白ですね。でもお湯はさっきと一緒だ。面白い。
入ってる、うん、という亀が行きますか。亀川、あ、県内、亀川どんな感じ、すごいよこれ、なんかお絵描きしてますね、ほんとキャラクターの人が、あ、なんか寝てるね。ほんとや。ウィップタワー。ウィップタワーにもドーミーのキャラクターがいる。カボスみたいなやつだね。壁側温泉。猿もいます。高崎山の猿もいます。寝湯があります。あ、これ砂湯だから寝湯なんだね。面白い。あ、いい湯ですか。よかったです。景色がいいですね、亀川は。いや、これはなんかどれがいいかというと悩みますね。よし、じゃあ次に行こうか。あ、寛解寺が開いた。寛解寺、お、寛解寺広い、お、光、なんか光が見えますね。おお、これはすごい、おお、すごい、夜景が綺麗、綺麗ね、うん、ちょっと緑色の光を入れてますね。お、広いね、こんな感じ。ラッキーすぎる。ラッキーすぎる。これ決まりですか。ここで確定ですか。確定ですか。僕が入れないと。家族映画いくつあって最高なのはどれだったか教えてください。はい。はい、寛解寺でした。はい。お、みんな弱み中になってる。さあ、じゃあ家族いくつありましたか。10。え、数えて、何個ありますか。7、7の一番好きだったのはどれですか。寛解寺でした。よしよし、いい子だ君は。よし、こうか。あー、気持ちよかったわ。気持ちよかったね。ただいまー。ただいまー。よし。よし、行きましょう。開けます。よし、こっちで。お花かわいいね。かわいい。でもこれ造花よね。うん、造花だね。かわいいね、これ。あみあみしてる。Let's go.天狗みこしさん、弥生天狗さん、パパ、パパいる。パパ、パパ天狗さんやってる。うん、そうそう。二人入れるかな。ちっちゃ。こんにちは。二人入れます？あ、入る。あ、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。こんにちは。ほら、みんな知ってる。面白いでしょ。お刺身食べる？お刺身、うん、食べる。サーモンにする？うん、乾杯。YouTube の方なのでサインのファンなので、ありがとうございます。じゃあミネに書いてもらおうよ。これ書いたら終わりや。力強く書くんだ。グーこう、ロビーネにね、ニミーンって引っ張って、これ飾る気じゃないよね。いいね。あと何て書くとこに残ってたか。これ紙よね。サインを書く紙ってそういう紙よ。なんかあるよね。虫に飾ってたこと。そう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 。絵になった。あ、まだ。じゃあこれを黒ハートにすればいい。どうさん、美味しい。やった。と何だったんだ。コーラが飲めるようになったか。コーラ前から飲める。昔は変な味って言ってたくせに。そうだ、変な味って言ってたくせに。わーい、わーい、はい、と言っては片付けてた。うん、もうサクサクっけ、もう美味しいね。はい、ありがとうございます。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 
ありがとうございます。もらいました。いつもお菓子くれるんだよ。よかった。なんか絵描くか。うん、いいね、いいね。そうしよう。いいね、バランス取れてるんだ。風船も持ってるし、犬も持ってんだ。そうだよ。まあ、その辺でいいじゃない。ごちそうさまでした。はい、はい、チーズ。やったー。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来てね。ありがとうございます。またね。頑張って応援してます。ありがとうございます。はい、じっちゃんでした。どうでしたか。うまくいきましたね。やった。そしたら、ここまっすぐ行くとですね、アイスクリーム屋さんがあるんですよ。ちょっと行ってみましょうよ。イエイイエイ。イエイイエイ。おう。ミレカメラに変わりました。おー、柳屋さん。サワス屋さん着いたよ。いろいろあるね。カップもいろいろあるよ。リンゴキャラメル、カボスシャーベット、ラムレーズン、パンプキンクロム、アールグレイ。よし、じゃあミレもさ、ちょっと中でさ、どれ食べたいか見て。ほら、いろいろ選べるよ。31と違うよ。いや、どれするどれする。ズンダ。ズンダとかね。ズンダおもろいね。ねえ、どれする。決まった。すごい悩むでしょ。パンプキンにする。パンプキン。やった。はい、ちょっと食べてみて。あ、よかったね。味見させてくれるんだ。どう。ちょっとこの方が美味しいと思えるものかどうか。マスター、ありがとうございます。ずんだ美味しい。あ、美味しいですか。うん、ずんだ美味しい。まあ、枝豆ライス自体が珍しいですか、ね、そうですよね。ね、どうする。美味しい。美味しい。かぼちゃいきますか。パンプキンとずんだを1個ずつ S でください。まだ大人やな。いや、でもパンプキンってなかなかないよね。あ、美味しそう。はい、パンプキンしたよ。あ、超うまそう。ご旅行ですか。いや、地元なんですけど、旅行気分です。あ、いいですね。なかなかね、明日は学校休みだし。そうそう、そんな時じゃないとなかなか。そう、ありがとうございました。ありがとうございます。美味しそう、めっちゃうまそう。いただきます。あーん、みよーん。どうすか、満足ですか。あ、うまっ。真剣うまいわ。ちょちょうだい。ミリオ、これうまいんだ。すげえ。あー、でもこれじわじわうまいね。うん、最初は変な味がする。でもじわじわうまい。いや、デロンバマジでうまいよね。あー、うまかった。3番、いい店見つかったでしょ。でも本当美味しいよね。そんぐらいになってきましたが。S でも結構これ量あるよね、ここの。だってここまでだもん。いつもだね。すり切りだもんね。バスキンロビンスよりここの方がうまくね。こっちでした。美味しかった。ごちそうさまでした。美味しかった。いいね。あ、ホテルが見えてきました。はいはいはい、はい、ミレドの30番開いちゃうかな。あ、開いてた。開いてた、よかったね。奇跡だ。奇跡が起きた。30だ、遠いからさ、みんなここ見れないんだよ。やった、見れた、開いてた。うん、はい、よし、圧倒されるね、ここ。
可愛いね椅子。座ってみる？どう？下げ心地。ふかふか。気持ちいいねこの椅子。座りやすい。コーヒーもらおうかな。これ絶対溢れるでしょ。どうなるかな。溢れない。溢れた。おお。ほら。見て見てほらこれこれ夜泣きそば十字架あ、ちょっと左行ってみて夜泣きそばの時間ですいらっしゃいませ二つくださいはいあ、これ作るんだおすごいあ、すごいもうできた。はい、ありがとうございます。お熱いのでお気をつけて。だけどちょっと。よし。じゃあ行こう。席空いてるかな。お、結構いるね、人が。奥の方行こうか。あ、ここにしよう。いただきます。うん、泣きそばですね。え、食べたことある？泊まったことあるから。うん、うまっ。この海苔が美味しいね。煮れば、レンゲに乗せて食べる派なの。あ、うん。美味しい。美味しい。これ夜泣きそばの麺が溶けたどんなものですか夜泣きそばって麺が細いうん、スープはメロ入れるんじゃないですかおはよなんで夜泣きなんでしょうねこれねなんで泣くんだろうね調べてみようか夜泣きそばとは夜中にツルメラをダララーダララ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 っていう音を鳴らしながら歩いていた屋台のラーメン屋さんを示すんだっていや知らんよな車を引いてラーメン売ってた屋台が夜泣きそばっていう名前だったチャルメラの音が夜泣きなあ、チャルメラの音が好き、うんうん、そういうことか夜泣きとはチャルメラの音のことでした、うん、ああ、よかったよかったよかったかごちそうさまでし でした夜泣きそばどうでしたか、うん、美味しかったですねミッションコンプリートいい歯ブラシ使ってますぜ見れど見れど大変でございますただいまの時刻23時40分こんな時間まで起きてる小学生おりますかおりますということで寝ますかはい俺だってさみやぶみなさん私はパパくっつき虫ですいや食べられるギャーやめろいいですねおはようございますおいしょ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 じゃあねバカーン腹減ったなんか食わせろさあ顔を洗おうとお湯を出したんですけどこういう仕様なんですかねめっちゃお湯が出ないんですけど黒レラいや、クッとじゃなくて黒レラですいただきますあ懐かしい味ですねあ、美味しかったなんだ、ご飯いきますかお腹するか食べた朝食のシーン、なんと音が取れてませんでした
すいません、ここから少しの間アフレコでお届けいたします。はい、朝食会場1階のですね、昨日夜泣きそばを食べた会場でございます。まず入ったところにはこういった船盛りのスペースがあって、これは海鮮丼のスペースでございます。これね、めちゃうまだったんですよ。その隣には醤油のスペース、よくこんなに醤油集めてきたなという感じでございますが、残念ながら大分の醤油なかったような気がします。そしてそしてご飯はこうやって自動でついてくれるロボットがありました。私これ初めてでございます。その隣には汁物、このね椎茸カレーめっちゃうまかったです。それからアサリの味噌汁に大分名物団子汁もございました。でこの辺りにも少しおかずの皿盛りがあって、で別府らしく蒸し物のコーナー、蒸し物は長芋とシューマイでございます。はい、ミレーは卵焼きを取っております。その隣は牛肉のしぐれ煮、そして温泉卵もございます。こちらの方に行ってみると、この辺はデザートのコーナーかな、フルーツと牛乳プリンに小さめのケーキがございます。でこの辺は前菜のコーナーかな、ハム類とチーズ類が置いてございました。でその具はサラダのコーナーでございます。決して派手ではないんですが、小さめの器でいつでも出来たてを提供しようという優しい心遣いが嬉しいバイキングでございます。はい、でこちらがオープンキッチンのコーナーでございまして、温かいものはここで提供してくださっています。ひた焼きそばに中津唐揚げ、宇佐のネギ焼きという大分らしいものも置いてございました。私はこの中津唐揚げをいただきます。もちろんひた焼きそばもいただきました。こうして見るとなんかね、強烈メンテナンスらしく、ちょっと寮の食堂みたいな感じがしたりします。はい、でパンコーナーはこんな感じで、ありがたいですね、ぐるぐる回しのトースターが置いてございました。お、ミレーはチーズを取っておりますねと。そしてドリンクはこんな感じ、ソフトドリンクも結構充実してると思います。ホットコーヒーなどホットドリンクもこんな感じでいろいろ選べるようになっていました。で私が取ったのはこんな感じでございます。このね、海鮮丼めちゃめちゃうまかったです。これはねめちゃめちゃおすすめでございます。そしておすすめがこの椎茸カレー、こんなに大きな椎茸が入って、これも大変美味しゅうございました。で2人でこうやってむしゃむしゃ食べて、食器は自分でセルフでお片付けをして、どうもごちそうさまでしたという感じでございます。はい、全体的にね強烈メンテナンスということで、とても高級な寮の食堂という感じに感じました。派手に演出をしているわけじゃないんですけども、一つ一つ大変美味しくって、豊かな朝食を食べることができました。この地に足がついたサービスというのがくつろげる理由なんでしょうね。ごちそうさまでした。はい、チェックアウトの時間でございます。どうでしたか？よかったです。ミッションの結果はじゃん、クリア。ミッション1は温泉はいくつありましたか？7つ。一番良かったのは？名前忘れた。緑の湯、うん、寛解寺ですね。2番目は何やった？夜泣きそばって何でした？夜泣きそば、麺が細かった。醤油ラーメンでしたね。3つ目は？アイスクリームアイスクリームの店見つけましたね。何を食べましたか？パンプキン。美味しかったね。お店のお姉さんがさ、これは子供にはって言ってたよね。でもミレイはちゃんと食べたね。美味しかった。美味しかったね。あの味ね、最初一口目が匂いがちょっと違和感あったんだけど、でも二口目からめちゃめちゃ美味かったね。あなたずんだ食べてる。うん、ずんだ甘かった。はい、ということでチェックアウトしたいと思います。あ、今日は大満足でした。大満足でしたね。じゃあ帰りましょうか。はい、じゃあ皆さんバイバイ。ありがとう。バイバイ。楽しかったです。お、ここちょうどメンテナンスだ。ステータスがある。スクープギュッ、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ、ありがとうございます。チェックアウトお願いします。チェックアウトでよろしいですか？はい、ありがとうございます。スーパーの生産ございませんので、はい、ありがとうございます。隣のもの降りますね。はい、わかりました。ありがとうございました。お、駅だ。あ、本当駅前やね。にょにょーん、でけー。おはようございます。お疲れ様です。サラン君も来た。
浅野くん回ってる。こっちです。青い車が上にあるの？上に見える。本当だ。行きますか。ありがとうございました。そうか、これこっちからしか出れんのや。はい、ということで九州初上陸の別府八島お宿ののの。お泊まり動画でございました。皆様いかがだったでしょうか。最初はね、お部屋もそんなに広いわけではないし、景色もそんなに良いわけではないってことで、正直微妙かなと思ったりもしたんですけども、滞在しているうちになんだかとっても快適になりまして、帰りたくなくなるというじわじわ系の魅力にハマったお宿でございました。まず素晴らしいのが温泉ですよね。大浴場の露天風呂もとっても素敵ですし、サウナも広くて水風呂も冷たくて完璧でございました。内湯のですね、湯船に寝湯があってですね、その枕が冷たいんですよ。その冷たい枕がとっても気持ちよかったです。こちらおすすめでございます。そして別府八島の趣向を凝らした7つの貸切湯、細かいディテールまで凝っていて、あ、この部分あの温泉のディテールを再現しているみたいな、別府の詳しい方ならめちゃめちゃ楽しめる貸切湯でございました。それに湯上がりどころでは夜はアイスが食べ放題だったり、朝は乳酸菌飲料が飲み放題だったりと、子供連れの方でも十分楽しめるホテルだなと感じました。夜は道民院でおなじみの夜泣きそばのサービスもありますし、滞在中いろいろなアクティビティが途切れることなく楽しめるのが本当に素晴らしいなと感じた次第です。朝食はちょっとお値段高めなんですけども、種類もとっても豊富で大分のものもたくさんあって大変満足でございました。そしてそしてこのお宿の魅力は、靴を脱いで館内を過ごすことができることだと思うんですね。家の中にいるようにとってもリラックスして過ごすことができてめっちゃ快適でございました。派手な演出はないんですけども、一つ一つ丁寧に宿泊者をもてなしてくれるとっても素敵なお宿でございました。この動画を見て気になった方、ぜひ泊まってみてはいかがでしょうか。今回夜はですね、別府の街で親子で楽しんでみました。視聴者さんでもある居酒屋じっちゃんさん、予約もせずに押しかけてどうもすいませんでした。じっちゃんは現在世界で唯一ミレドンのサインを飾ってる店ですので、ぜひ皆様寄ってみてください。ということで今回の動画はここまでです。今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が楽しかった、ためになったという方いらっしゃいましたら、ぜひいいねボタンを押していただきまして、コメントを押していただけると大変嬉しいです。そしてまだチャンネル登録をしていない方、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、次回の動画を楽しみにお待ちくださいませ。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。I've been all around the world.